キチャンネル。ジョン、こんにちは。さあ、第3弾の発表です。はい。今、ね、サムネで分からなくなってるからね。そうです。どこのチーム今日来るんだろう。私もちょっと分からないし、うん、誰選んでるかも知らないから、うん、ちょっとドキドキしてるんですよ。だから今日も皆さん誰か分からないんでね。はい。どのチームかもね、分からないんで、はい。まあヒントだけ言いましょうか。はい。あのパーセーパーセーでいきます。おお。で今までロッテ、ヤクルトと来てるんで、あ、じゃあパー。今日はパーです。はい。はい、発表します。はい。第3弾はこちらです。東北楽天ゴールデンイーグルスです。おー、楽天来ますか。はい、もう行きます。はい、まあここね、今ちょっと交流戦でちょっとバタバタして、はい、そうなんですね、ちょっと打たないんでね、はい、あと西川のこう、もう落ち方がえげつない。だ今もう何試合人出てないのっていう上出てないもう大丈夫、2割2分台に落ちてるからね。でね、初めてもう昨日、うん、スタメンからちょっと外れました。そうそう、今日が6月6日です。はい、はい、だからやっぱそこと浅村の連動で勝ってきたからね。そうなんですよ。で序盤の好調は完全に石川選手のおかげっていうのがあったので、そこが落ちてきて、はい、あと最近で言うと、うん、ちょっとリリーフバタついてるね。去年の終盤とかと一緒だね、うん、松井いなくなってからリリーフバタついてるけど、はい、最近もまたリリーフはね、うん、この交流戦バタついてて怪我とか出ちゃったりしたので、ね、逆転負けとか、うん、まあブセリッツのね、故障も痛かったけども、はい、でも一人いなくなってバタバタってきたら一気にチーム来てるから ね、うん、ね、東打に、はい、ね、でもまあここはもう新陳代謝を促してですね、うん、はい、トレードに出した方がいい選手、まだあなた頑張れますよっていう選手をね、うん、発表しましょう。はい、はい、誰来るんだろう。第一巡目、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、オコエ・ルイ。おお、そこ来ました。いやもうね、はい、多くの皆さん、うん、オコエがもう終わったと思ってるでしょ、はい、なんかこう出てくる、ね、ちょっとうん、ネガティブ情報しか出てこないじゃないですか、うん、なんかポジティブ情報ってあんまり出てこなくて、はい、なんかネガティブ情報多くて、うん、もうオコエ終わったなみたいな感じになってるじゃないですか、うん、そんなことないよ。今オコエもうビビるよ、はい、だってなんとね、うん、今現在オコエ打率が2軍ですけども、はい、4割5厘です。ねえ、すっごい打ってますよね。そう、17試合に出場して、はい、37打数15安打、はい、ホームラン1本、打点6、盗塁1っていうところで、はい、多分2軍の選手だったら今一番打率高いぐらい打ってるんですよね。そう、まあ、4割超えですからね、うん、でももうちょっとね、うん、なんか構想に入ってないんちゃうかっていうね、お声が、なんか上げる気配は感じないですよね。そう、うん、っていうところでよ、はい、もったいないじゃん、うん、こんな結果も出してるし、はい、ってなったらチーム変えたら、うん、もっといけるかもしれないし、チャンスも出てくるかもわかんないじゃん、はい、ってなったらよ、はい、いやちょっとね、うん、どこまで事実か分かんない、中にいねえからね、うんうん、全体的にちょっと緩い感じなのかなっていうような情報はいろいろ聞くじゃんね、はい、うん、ってなった時に厳しいとこ行った方がいいじゃん。いや、なんかこうチームの雰囲気がギュッとこう厳しいところで、もう野球集中してギュッとなるっていうところで言うと、はい、もう立浪さんに、はい、立浪さんと片岡さんに、はい、お願いして、まずじゃあ片岡さんから、うん、行ってで中日もね、はい、まあ去年ドラフトでブライト、鵜飼とってやっぱ右のがね、右の外野手が欲しいっていうところで今ね、はい、鵜飼頑張ってるけどね、うん、だそういったところでね、まあ競って、うん、鵜飼いいんちゃうかっていう。やっぱ立浪監督がやっぱ今12球団で一番厳しいですかね。一番厳しいんちゃう、やっぱそう12球団では、うん、確かにこうコメントとかでもこう厳しいコメントよく出ますもんね、うんうん、それか、はい、もう一ついいところある。お、日本ハム逆に。あー、なるほど。逆にもう乗せて乗せて、あの万波選手的な感じで乗せて乗せて行こうっていう、うん、はい、逆に合うかもな。逆に合う可能性あるよ。私今まだ日本ハムだったら誰使うかっていうのが、そうまだ分からない、うんうん、逆に、はい、万波ぐらいの感じの今川とか、はい、みたいな感じで、うん、逆に乗せていって、はい、あんまり厳しくすると萎縮してっていうマイナス面に触れる可能性もあるから、はい、もうそっち寄りに行って、うん、褒めて伸ばそうみたいなんで、はい、日本ハムビッグボスに任せて、うん、っていうのもひょっとしたらお声には合ってるかもわかんないね。めちゃくちゃなんかいい気がしてきましたね。しかも頑張ってるからね、うん、これはもう結果残してなくて、まあ、これはもう終わったなって思うんだったら俺もお声なんて言わないけど、はい、2軍でもしっかり結果残してるし、うん、でも1軍の感じ見てるとちょっとチャンスなさそうだし、うん、はい、それだったら今いい時期にっていうのは
俺はでしかも日本ハムこれが若手ね、うん、まあ、日本ハムって勝手に俺が言ってるだけだけど ね、 そうですね、個人的見解です。はい、でもやっぱり楽天ファンからしてもドラフト1位で入って、うん、すごく期待されて頑張ってほしいっていうところありますし、うん、プレー見ててもやっぱ足の回転もすごいし、うん、すごい選手だなっていうのは分かるので、うん、やっぱり活躍もっと見たいんですよね。しかも結果しっかり残してるからね、うん、はい、だから日本ハムの風土にはねちょっとお声合いそうな気もするよね。それかもうめっちゃ厳しく中日みたいな、はい、あなんかでも日本ハムちょっとこうあの雰囲気にすごい合いそうだなって思っ、ね、しかも結果残してるからまだね、うん、もし使わないんだったらね、はい、お声にチャンスあげても俺はいいんじゃないのかなっていう、打ってますもんね。そうそう、でもちょっと楽天の二軍が熱いのよ。全体的にそうなんです。一軍あんなに苦労してんじゃん、はい、でもよ今日現在よ、うん、黒川3割2厘、はい、で育成だけど鎌本3割1分5厘、はい、これソフトバンクからね、はい、来た選手、うん、で武藤3割4分9厘、うん、小郷2割4分5厘、はい、和田蓮2割6分8厘、うん、で岡島2割8分1厘、はい、吉本育成だけどね、はい、3割5分7厘、うん、で茂木3割1分5厘、そうなんです、内田3割2厘、吉野2割6分4厘、うん、岩見3割8分8厘、田中高也3割3分3厘、うん、めっちゃ打ってんのよみんな、みんなめっちゃ打ってるんですよ、うん、だから岡島とか使わないんだったらもう出してあげてもいいじゃんかって思うけど、去年いきなり来てめっちゃ活躍しましたからね。でも西川が今こうなってきてから、はい、この動画が出る頃には西川と岡島が変わるっていうところもあるけども、うん、でも武藤がいいからね。そうなんですよ、武藤がまた1軍に上がるっていうところもね、はい、あるけどね。ちょっといつかの動画で私武藤選手めちゃくちゃいずれ来るって言ってる動画あるんで、ちょっといつか探してくださいあと横浜2割7分9厘ね、うん、だ2軍何気にいいのよ。そうですね、でもこうなってくるとよりまたねオコエの順番が多分落ちると思うんだよね、うん、ってなったら、はい、俺はオコエがやっぱいいんちゃうかなっていう、うん、思うね。そうでもこう考えたらちょっと打線苦労してるけど2軍いいじゃんっていうね。そうだ形がね、誰を上げてくるかってその見極めもあれですよね。そうそう、でもそこでお声が選ばれないんだったら俺はお声トレードいいかなっていうね。はい、もう一人二軍には右がね結構いるんですよね。そうそうそう、和田れね、岩見とかも、はい、内田、はい、結果残してるしね、横尾とかもね、はい、だからお声は、はい、今はね、だからネガティブ情報ちょっと出過ぎだね、はい、だからちょっとそこでお声も損してるね、うん、イメージはね。そうですね、うん、でもこんなに頑張ってるんだからね、うん、俺はチャンスあげてもいいかなと思う。じゃあ、はい、第2巡目です。お、もう一人いる、鎌田義直、28歳、11年目、はい、鎌田投手いきます。え、ダメですか。いや、なんとなくあの楽天ファンには結構思い入れの強いなんか投手というか、うん、でも使ってないしね、高卒ルーキーで結構活躍して、もう21年目です、はい、2021年1試合、2020年4試合、2019年5試合です、はい。そうですか、はい、あの楽天が日本一になった時も、うん、ビールかけの現場にいたけど、うん、まだ二十歳行ってないからビール飲めなくて、うん、スキーの中に一人隔離されて、うん、イエーイって言ってた選手なんですよ。若くして活躍してね、うん、もう28歳ですか、うん、でも使わないんだったら、はい、今二軍では防御率 0.75、 うん、まあ、主にねリリーフで登板してるんだけども、はい、いい形でね抑えてるし、うん、だって高田とかもいるしね、うん、二軍ではね。そうですね、うん、で内間とかもまあ取ってきたばっかりでしょ。はい、そうです、まだ。だからそんな簡単に出せないじゃんね。うん、まあでもまあ活躍してほしい思いの方が強いですからね。うん、あと鶴崎とかもいるしね。はい。だから鎌田使わないんだったらね。はい。使わないんだったら今いい感じのね。うん、そうですね、うん。本人のためにもね。はい。本当は先発してほしかったけどな。でもまあここまでいったらもう多分リリーフだから。はい。二軍でもリリーフしてるしね。うん、でなったら。まあ、1軍の右のリリーフで言えば、まあ、今ブセニツ怪我してるけど、はい、ブセニツ、ソン、うん、で安楽、はい、で酒井、うん、だね、はい、で今だと、西口、はい、あ、そうですね、とか投げたりとか、はい、あ、投げてるからそうなるとやっぱ順番、まあ、外国人次第っていうところはあるけど順番がねやっぱ後ろ後ろに、はい、なってきてるっていうところもあるしね、うん、はい、そういった意味では、まあ、使わないんだったらね、うん、そうですね、まあ、今若い、あとまあ西垣とかね、石橋もいるしね、はい、そうなんですよ。そうなってくるとやっぱりちょっと順番がね、うん、日本でどんだけ頑張ってもっていうね、そうなってくるとやっぱ若い入ったばっかの西垣投手とかがこう出てくるような形になっちゃうんですかね。あとはまだあの1年目だけど吉川投手とかね、はい、ドラフト7位1年目だけどね、うん、あとあの宮森投手なんて12セーブだからね、まだ育成だけどね、はい、
1年目、そうなるとやっぱそっちの方がさ試合感になったりしてチャンスが多くなるじゃん、はい、若い方が、うん、ってなると鎌田ね頑張ってるし、はい、使わないんだったら、うん、そうですね、だってね俺はもう多くのファンの人に言いたい、はい、そのチームだから好きなのか、うん、その人が好きなのかです、うん、その人が好きな人はそのチームじゃなくても、うん、どこでも頑張ってくれた方がいいんじゃないのっていう俺はね、そうですね、うんうん、いやそう思います。そのチームが好きっていう方もでもやっぱりそのチームで入ってきて思い入れはあると思うので、うん、多分でもこう出られないよりは他で活躍してくれて輝いた方が嬉しいと思います、うん、それをね一番思って西川来た時西川様って頑張れたでしょ。そうですね、うん、楽天の今野投手とかもすごい嬉しいです。そう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 、うん、ね、だそういったところではね、はい、いろんな選手がねいろんなところで頑張っているのがいいと思うんで、はい、楽天からはねこの鎌田どこよ、はい、さあぜひ押したいと思います。はい、はい、分かりました。まあね、これが出る頃にはね一軍上がってきてるかも分かんないですけどね、はい、そうなったら頑張ってほしいですね。まだね、そうですね、はい、はい、